MLB、ML ヌートバー、14試合ぶり、豪快4号を再加速を予感させる、カーブ打ちに、敵地も拍手喝采。低めの変化球に体勢崩さず、レッツ、13カージナルス。カージナルスの、ラーズ・ヌートバー外野手が24日、日本時間25日、敵地で行われたレッツ戦に、1番中堅でスタメン出場し、14試合ぶりとなる4号を放った。1番打者の豪快な一撃に、 敵地も拍手喝采だったが、試合は3対10で敗れた。この日は5打数1安打2打点で、打率265となった。低めの変化球にうまく対応してみせた。1対6で迎えた5回先頭の打席。カウント1-2からライブリーの投じた4球目、カーブに体勢を崩されながらも踏ん張った。 打球が右翼席に飛び込むまでは全力疾走だったが着弾を確認するとゆっくりとダイヤモンドを回った。ヌートバーは9日、同10日の3回、第2打席で15試合ぶりとなる3号ソロを放っていたが、その後は本塁打はなかった。久々の開音で再加速を予感させたが、3打席目以降は安打が出ず、9回2し23塁の後期では1頃、 最後の打者となり、悔しさをかみしめた。ヌートバー、打たれた投手が思わず怒った完璧4号日本人歓喜もしかして MLB 屈指の一番打者。敵地レッツ戦に一番中堅で先発出場。米大リーグカージナルスのバーズ・ヌートバー外野手が24日、日本時間25日、敵地レッツ戦に一番中堅でスタメン出場し、5回に14試合ぶりの4号ソロを放った。 低めの変化球を拾い、打った瞬間、相手投手も怒りのシャイトを上げた、芸術的な一発。日本のファンも歓喜に酔いしれた。打たれた投手が思わず、マウンドで声を上げた。1対6で迎えた5回戦闘ヌートバーは2球で簡単に追い込まれながら、1、2とした4球目、右腕ライブリーの低めカーブにうまくタイミングを合わせ、バットに乗せた。 完璧に捉えた打球は美しい弧を描き右翼席に着弾。ライブリーは打球の行方を見送り、被弾を確信したのか自分に苛立ちをぶつけるようにしゃようとした。そんな中、ヌートバーは淡々とダイヤモンドを一周。敵地の歓声を浴びた。一時期は快音が途絶えていたが、22日、同23日のレッズ戦から3試合連続安打と状態も上向き。 ネット上では日本人からも、ルートバー駅よい止まらん。達ジナイス。もしかして、MLB 屈指の一番打者などの声が上がり、盛り上がっていた。